はい、それでは、分科会を再開いたします。休憩前に引き続き、質疑を行います。櫻井委員。櫻井委員。 えっとこの間、ですね基本計画の,あの質疑等もあったわけであります。その時にあに、教材政局の財政部長と質疑をした時きに、市民新聞にえと保育園の荷配それからえとプルセ、これについては、毎年72億円かかっているというふうなえ記載があったんですが、そしてそういう、その わが若者の育み局の財政について質疑をいたしましたでその時にですねあの財政部長与八段は,のはそのいわゆる京都の、まあ、この子育てについてはトップレベルの水準ではあるんですけれどもでこれが市民には実はその水準トップレベルであるってことは分かりにくいとであの財政部長ご自身が あの自分自身我々も説明不足であったことは否めないというふうなご発言をされました。あのこの京都の保育あるいは子育てこのトップレベルの政策ということに対しついてですね。あの財政部長はそのように出資不足であったというご発言があったんですが、じゃあ,あの担当局としてこの京都のトップレベルの子育て待機児童ゼロこのあたりの政策について。 今日まで、あの改めていろんな形ですでに取り組みされていると思いますけれども、改めて市民に対して、どういう形で集中をされてきたのかお、えー、お答えください。休み室長ご指摘のとおりあの、まあ、京都市の保育につきましては、まあ、7年連続待機児童ゼロ、またあの全国トップレベルの、まあ、配置基準。 職員の給与水準など質の高い先進的な子育て支援を実施をしてまいりましたこのような取り組みにつきましては一つは7年連続待機児童ゼロということでこれもしっかり広報を発表してお伝えをしていますしまたこの配置基準給与水準につきましてはこの1.34倍ですとか1.33倍とかいうことで 特にそのえこれから就職をあのされようとする保育士さん向けにこういうことをしているんだよということであのこうまあいろんなこのあのパあのポスターを作ったりですとかチラシを作ったりですとかい,うことでいろいろまあ周知はあのさせていただいております、まあ、あのさらにまあ工夫はあのしていかないといけないという,ふうに思っておりますけれども現状においてはそのような形であの取り組ませていただくところでございて佐井委員。 あの改めて私が申し上げるまでもありませんけれども、この待機児童ゼロ、あるいは、えー、トップレベルの保育施策っていうのは、まさに門川市政の看板政策でありますからね、あのー、逆に市民のお立場からすると、まあ、ひょっとしたら、まあ、その京都のレベルが自分たちでそ当たり前という表現が適切かどうかわからないんだけれども、まああの、そういう感覚で、これが普通だというふうに思われてるかもしれないんですが、実はそれが。 非常に高いレベルの自分たちは保育の,あの政策、それを享受しているということでありますから、あのぜひぜひ、あの機会あるごとに知恵を絞って工夫していただいて、まずこのトップレベルであるということの周知、ここはの徹底して測っていただきたい、そんなふうに思っています。でそれれで、えっと、ここのの子育ての分野でこれあの非常にやっぱり 本心においては、いわゆるこの幼稚園や保育所、あるいはこども・若者の育成支援というところで、あのここにかかる予算が、この子ども・若者育み局の予算の大半を占めているというんですかね、大半はこの予算を占めているわけでありますけれども、この子育ての支援の、この政策の目的というのは、私は突き詰めていったら、いわゆる少子化対策ではないのかなというふうに思うんですね。 でこの今も議論させていただきましたけれども、このトップレベルの保育が、この、えー、少子化の改善にあのいかに寄与しているのかということなんですけれども、例えば、えー、今回、えーっと、この長丁の、えー、最初にはですね、令和元年の京都市の合計特殊出生率1.22で、 出生数は前年に続き1万人を下回り深刻な少子化の進展が顕在化しているということがえっと子ども若者育み局の予算の概要に書かれています、あのー、いわゆる子育て支援のあらゆるこの政策幼児、保育とかあるいは学童保育とかですねそういったものの中身というのはもう一回しっかりと検証してで恐らくこれから、えー、コロナ かにももありますけれどもコロナ後、まあ、ウィズコロナからアフターコロナにより、まあ、社会の形態も場合によってはその変化を遂げていく可能性のある中でこの、えー、子ども若者育み局の予算を占める、えー、予算の大半を占めるこの予算がいかにして、まあ、今後も少子化対策に、えー、寄与していくのかつなげていくのか、まあ、そういったことは あの引き続いてしっかりとそこを検証して、そしてこの財政運営していくということがあの非常に大事である、そしてこの少子化、高齢化、社会ということの中で、できれば合計特殊出生率、これを上げていくというところにつなげていかなければならないというふうに思うわけでございますけれども、その辺はいかがでございますか。 あの今後のまあ施策展開につきましてはご,あのご指摘のとおり、まあ、あの子ども若者の育み局の,、まあ、あの予算の,、まああの約半分があの保育施策でございます。でその中で、まああの まあ、あの持続可能な形で、えーまあ、今後、施策をまあ検討してまいりますけれども、その際には、あのまあ、まずは、まあ、あの子どもたちのためにどうや役立っているかということとともに、あのご指摘のまあ少子化対策この、これにどのようなまあ効果につながっているか、そういうこともまあ総合的にあの勘案しながら、あの施策についてはあのしっかり点検あの、検証していきたいというふうに考えております。佐倉委員 あのいずれにしても今、京都市の厳しい財政状況の中で、この少子化対策というのは大きな、ね、人口減少社会が来ているわけでございますから、本州の将来にもかかってくる大きな対策であります、そして同時に、えー、このトップレベルの保育というのが市長の看板政策でもあります、まさにこの中身をもう全く変えたらあかんというような議論もあるんですけれども、そうじゃなくて、 この制度をいかにして市民のためにプラスになるために残していくのかでそこを工夫しながらあの持続可能な制度として引き続きこのトップレベルの保育ということをあの維持していただきたいそんなふうに思っていますでもう1点ですけれどもあの子どものに関わる分野なんですが特にあの子どもの命に関わる分野であります あの児童虐待や貧困対策、あるいは、まあ、障害をお持ちのお子さん、病気をお持ちのお子さんで、こういったことの、こういったお子さんたちの支援というのは、やっぱりより手厚いものに先頭いかんと、私は思っています。であの、基本計画の中で、子ども、若者支援という分野の中でも、ですね推進施策の中では、 特に、えー、と支援が必要とする子ども、若者への家庭支援というところで貧困であったり児童虐待、障害疾病、ひとり親、あるいは困難を抱える若者、こういったところにあのしっかりとあの手当てをしなさいということが、この基本計画の中でも書かれているんですけれども、こういった子ども、若者たちに対する、えー、対策、対応について、今回はこの予算の中でどういう反映をされているんでしょうか。 塩山部長、はいえー、と支援を要するあの子たちの支援についてなんですけれども、あのこの予さんの中で申し上げますと、あのえー、子ども・若者支援の中の,その子ども育成支援でございますね、こちらの方に、あに、いわゆるその貧困対策の部分であったりだとか、あと、まあ、虐待対応であったりだとか、あと、まあ、若者支援とか。 そういったことなんかをこうそれぞれ網羅的に、それぞれの分野であの予算の方を計上させていただいているという状況でございます特にやっぱり、社会的に弱いお立場にあるお子さんたちに対しては、ですねあの引き続いてあのより手厚い対応というのは、私は必要だと思いますから、あのそこしっかりとあの予算化をし、政策をきっちり進めていってもらいたいというふうに思います。でそれと、えっと 先ほど、えー、寺田委員の方からご質疑がありましたけれども、えー、下鴨学区の、えー、と集いの広場ですかね、これについては寺田委員の方からご徹よな質疑がありましたし、またあの、修学院の、えー、児童館についても現場、視察まで行っていただいたということで、まあ、ご対応には感謝したいというふうに思っています。であのー この下鴨なんですけれども、えっと請願が採択をされた地域の皆様方の思いが非常にあのそこの中に集約されているというふうに私は考えています。でこの請願の最後にはですね、乳幼児とその保護者を対象とした居場所づくりや。 子育て支援機能の充実拡充についてということがあの特段のご配慮いただきたいとそういうことについての、まあ、特段の配慮いただきたいということで請願最後をくくられているんですけれどもあのいわゆる、えー、乳幼児とその保護者の居場所づくり、えー、子育ての支援機能の充実拡充というところで、まあ、具体的にはこの辺りの中身の、えー、施策について、えー、お答えください塩山部長 1、はい、あの一つ、えっと、具体的なもので申し上げますと、鶴、ま、い、あの広場の事業でございまして、あのこちらの方につきましては、まあ、NPO 法人等の,その市民の団体、ボランティア等と連携、協力して、まあ、主に乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、まあ、交流を図る、まあ、育児相談などを身近な地域で設置するということをあの目的としたものでございます。あのまあ、こちらにつきましてはあの、まあ、プランの方でも あの学童クラブの機能の充実と合わせて、乳幼児の子育て支援機能ということで、日本の柱で掲げさせていただいている一つの重要な取り組みだというふうに思いますので、そこらへんのところはあのしっかりとあの地域でやっていけるような形で取り組んでいきたいというふうに考えております桜井あの今後、この志望学部、そして修学院でございますけれども、地元にももちろん、詳細ご説明いただくということと、ま、あ あのできれば私ども、地元議員に対しましても、結果、随時ご報告をいただけたらなというふうに思っておりますので、ご対応をお願いしたいと思います。えっと、それから次でございますけれども、補正予算の時も少し質疑をさせていただいたんですが、不妊治療の対策について、質疑をさせていただきたいと思います。あの今回菅総理のえ 看板政策というか、肝煎りの政策でありますけれども、あのこれについてあの、えー、補正の時に大体その中身についてはあの、質疑をさせていただきました、それで、えっと、今回ですね、えー、6億、えー、900万ですかね、非常に大きな額の,あの予算がついているわけでございますけれども、 えっと、そうすると、総理の,の肝入りの政策でもありますんで、この予算の中で国費が占める割合というのはどれぐらいなんですか、ね、大泉担当部長、はい、あの新年度予算で申しますと、あの国の予算も、ねまあ、安心子ども基金というのを利用していただいて、あのまあ、府をほ通じて補助になるんですが、2分の1の補助でございます。桜井 えっとそうしますと確か補正が6000万ぐらいの全額予算ですね、で今回まあ6億、うち国が2分の1ということで、相当も手厚い部分の,あの国の半分補助ということなんですけれども、そうすると、前回の補正と、そして合わせて、そしてえっとこの今回のこの当初が成立をすると。 えっとまず、この予算執行の中ではその不妊治療のえ補助ということに対してまず市民に対するどういった形の周知をされるのかということと、えっと、執行は確か1月1日に訴求してということでこの、えー、当初もそれでいいのかそ,そういう形で執行されるのかあのその後予算執行の,そのえっと時間的な経緯というのをご説明ください大泉担当部長。 はい、あのまず2年度につきましてはです、ね、既存のもともとの特定不認知をございます、そこに国の先ほど先生おっしゃっていただくです、ね、拡充分が載せられたということで、その分が6400万、補正でお願いしたわけでございます、これにつきましては1月1日からかということで、すでに3月1日からです、ね、受付を開始させていただいているところでございます、その拡充分踏て、しっかりと執行させていただくのと、新年度分につきましては、すべてが拡充分と言いましょうか、という対応な ありまますすので、えーまあ、あの大きな予算いいただいておりますこの中にあの一般不人治療も含めては金額ではございますがあのしっかりと適切に対応してまいりここで、まあ、あの補正の時もお願いしましたけど重ねてお願いするのは、えー、ここにも書いてある不妊・不育等相談の充実ということが書いてありますけれどもあのやっぱり、えー、こういう治療を受けになられる方のいわゆるメンタルケアですね。で あのインターネットなんかを検索したりしますとやっぱお身内の孫の顔がみたいなそういうプレッシャーもやっぱり結構あの非常にあの精神的にはきつい部分があるというようなこともあるそうでありますあのそういうことも含めた中であのメンタルのケアの部分というのはさらにここに充実して書いてありますんで。 あのそういうい取り組みもして、もう少しだけ時間がありますので、えー、最後に、えー、とこれ、昨年からの授業でありますけれども、妊婦への PCR 検査の費用の助成であります、で今回は1億4800万ですね、確か、えー、と昨年は、えー、と前期5000万、後期5000万と、あと必要経費と、1億ですね。 ごめんなさい、それは1億1億ということです、で今期、1億4800万ということでございますけれども、えー、前年の実績含めて、で今期、この予算の、えー、っとどういう形で引き続いての周知方法等についてご説明ください大泉担当部長。はいあの 今年度につきましてはです、ね、まああのまあ、4月以降のです、ね、コロナ対策に関して対応しているわけでございますがあの、やはり初めは実施期間が非常に少なかったということもございまして、実施率が非常に、まあ、そうこと高くなかったのでございます。であの後半ぐらいから伸びましてです、ね、実施期間も多くなったということを含めて、大体75%ぐらいまで来ておりますのであの、まあ、その分を適切に執行していくのと、それから新年度につきましては、およそおそらく75%というのがです、ね、あのまあ、水準かなと思っております。 まあ、9500名ほどのお妊婦さんあに対して、えー、その75%ということで、今回の予算、いただいているものでございます桜井委員それで PCR 検査の結果でございますけれどもあの、これ、陽性の方なんていうのはおられたんですか、その辺りはどうでしょ私も今回のあの、まあ、今回いただいている予算を含めて、ですねこういった対応している中では、陽性の方、おられませんです終わりました、えー、終わります。 進行いたします鎌野委員はい鎌野委員、はい、それではよろしくお願いいたします えーと私からはまずあの、引きこもり支援について、えーまあ、充実ということでお伺いしたいと思います。えー、昨年の9月1日から、この相談窓口が一本化されました、あしかし、まあ、その直後というか、秋から冬にかけてですけれども、コロナウイルスの感染者の増加がありまして、この 支援のメンバーも、おお、区役所の方からも本庁の方に応援に行かれるということになりました。も、ま、う、あ、本当に、あの、お忙しい中、あの、ご苦労様でございます。で、えー、その際ですね、まあ、応援に出る際は、まあ、後の。 体制をまあきちんとまあ対応してから行っているということで、なかなか支障はないということをもうお伺いしているんですけれども、ただ、その応援先がもう本当に大変な状況がありまして、えー、まあ残業長金の問題がすごくあのクローズアップされてたんですけれども、直近の1月でもですね医療衛生課の平均の残業時間が109時間ということで、まあ、12月に続いて、平均時間といっても過労死ラインを超えていると。でえー、ここにに応援に行かれた方 あなただ、こ方が行った後にですね、えー、またかあの戻って、まあ、仕事をしているという、まあ、そういう声もお聞きしたりしました、まあ、こうしたあ、まあ、長時間の長時間労働になった場合の、その凶金の手当だとか、またあのきちんと休めるだけの休日の。 保証ですねこれがあってしかるべきだと思っております、まあ、こうした点についてはまあ確認なんですけれども、まあ、原則的な対応できているのかどうか、これ、まず確認だけさせていただきたいと思います。はいいい担当部長 はい、えー、コロナへの応援に体制についてでございます。あのこちらにつきましては、まあ全庁的な応援体制に基づくものですので、まあ今回のような非常時におけるま効率的なまあ志体制等を構築するということではやはりあの福祉庁の保健師事務職が応援するというものは一環としては必要なものかなというふうに理解をしております。で、まあその中で、あのおっしゃっていただいたように応援派遣中につきましても相談支援の体制がきちんと取れるように保健福祉センターの中で窓口を明確に。 するというようなこともあの対応の方は実施の方をさせていただきました。で、まあその中でまあ,あの行った先でのま業務のにつきましては確かにあの大変な状態であったというふうには思いますので、その点につきましてはあの通常、えー、なされるべきあの配慮はされているというふうに理解はしております。釜ノ井 えーまああのー、本当にこういう大変な状況ですので、えー、応援体制はやっぱりどうしても、まあ、避けられないというふうな必要なことだとあの私も思います、ただやっぱりあの、まあ、基本的には、あまあ、小赤、こども局の話だけではありませんけども、まあ、そういった、あのー、先の、例えば今申し上げました医療衛生企画なかの。 体制ですね。これはしっかりと充実するべきだと。まあ、この点はあの申し述べるだけしておきます。えー、さて、えー、これまでのあの引きこもりの相談件数、朝の質疑でもありましたように。えー、5ヶ月間で209件ですので。えー 1.6倍ぐらいという部長、朝おっしゃってましたけど、大体そういう伸び方しているということで、ああネーミングも変わりまして、一本化して、以前よりはその声を相談をしやすいのかなというふうに私も思っております。まあまだ1年経っておりませんので えー、詳細といいますか、細かいことがすべて明らかになっていないという前提なんですけれども、まあ、これまでの到達点ですね、まあ、どのように評価して、えー、大きな方向性というか、課題認識はどのような点を考えておられるのか、それをお答えいただきたいと思います。いい担当部長 はい、あの確かにまだあの半年ほどのことですのですべてにおいての評価というのはまだ難しい段階かなというふうに思っております。でまあ、取り組みの評価ですとか検証を行うということはやはり今回のようなケースでは支援、まあの中でこう生じた課題ですとか、まあ、ノウハウそういったものをまあ関係機関等と,ともこう共有したり事例をこう重ねていくことでこれからやっていくことが重要というふうに考えております。ですので、えーと 今まだその事例を積み重ねている段階というふうに感じております。以上です。釜野委員、はい、えー、まあぜひともまあそれはあの今後も努めていただきたいと思います。えー、またあのこれは引き,引き続きの話になるかと思うんですけども、またマキケッさんの頃も含めてまた話をさせていただきたいと思います。で、まあこのそもそものこの引きこもりという課題ですけども、当初は社会的にやっぱり青年の 問題という出た初めの頃はまあそういう話だったわけですけども、まあ、近年はそうではなくて、えー、長期化の問題が言われておりますしとりわけ最近はあの高齢の親とそれからあの中高年の子どもが同居している8050問題ということでもうこれは社会的に一般的に認識されるように。 なっってててきてると思まますで、まあ、そうした背景があったと思うんですけども2018年平成30年度に、えー、内閣府が生活状況に関する調査というのを行いましていわゆるこの中高年の引きこもりの問題が初めてこう明らかになったとでその結果ですね、えー、まあ 取り立てての定職がなくほとんど外出しない方、総年期40歳から64歳の方が、これ、全国で61万3000人ということで、かなりまあ衝撃的な数字だと思うんですけども、まあ、こうしたことがあのこの調査結果によって明らかになりました。 でえー、これはですね、ですからあのこの全、これは全国の傾向ですので、まあ、京都の実態はどうなっているのかということを、やっぱ掴つかむのが大事かなと思ってるんです。推計値はあの出てるわけですけども、まあ、本当にそのリアルな状態をつかんで、それを支援につなげていくためには、やっぱり現状を把握ということは大事だと思うんですけれども、これはあの全国のこの調査のよう、追、まあ 同じになるとは思えませんが、まあ、京都でもこういう実態調査を行っていくことをやるべきだと思いますがこの点はどのように認識されておられるでしょうか。いい担当部長 はいえー、京都におきましても40歳から64歳の方あの国の推計値からしますと6900人ほどいらっしゃるというふうに推計値はとっておりますでその現状につきましてはやはりこう引きこもりの状態にある方の調査というのは非常に難しくその実態にある方というものをすぐにあのあの調査で内容で結びつけるものではございませんのでやはりあのきちんと支援に結びついた方について支援していく中であの各関係機関と とも連携しながらその中で実態というものをしっかりと把握していきたいというふうに思っております。鎌野委員 えー、支援が大事だとも,も,もちろんおっしゃる通りだと思うんですけど、まあど、まあそういう道なりになるかもしれませんけれども、まあ、そういう支援を重ねながら、まあ、状況の変化がいろいろあり得ると思いますので、まあ、その際はね、もう絶対そのことは、まあ、なかなか難しいから、できないというような形で、まあ、ガチガチに固めるのではなくて、まあ、進行状況によりまして、まあ、そうしたことも柔軟にぜひとも検討していただけたらというふうに思います。 えそれであのこの今述べましたような長期化だとかあの高齢化するまあ引きこもりという問題の中でまあ国の,あの方針も少し動いてきてるのではないかなというふうに思っておりましてまあ当初はやはりあの働いておられない方が多いということで就労支援 これがかなりあの中心になっていたかと思うんですけども、これがあの3年ほど前でしょうか、平成これも30年度でしょうか、2018年に、あの厚労省があの引きこもりサポート事業の,この中にです、ね、初めてこの居場所、居場所という、この居場所の提供ということを盛り込まれました。 そして、えー、2年後にはですね、えー、この市町村が居場所な,などを実施する場合の予算をあの倍増されて、まあ、11億5000万ほどの予算がついてそれで、えー、社会参加への第一歩としての 第一歩として特に重要だということで、この居場所の整備というのをもう国としても呼びかけるようになってきていると、でまあ、こうした国の変化というか、動きも受けまして、このサポートしている団体の方がいらっしゃいますけれども、もうこういうところからもあの期待の声がまあ出ております、そういうのがあの新聞等でも報道されていると思います。でえー、従いましてです、ね、やはり ご本人とかあ家族が,気,が気軽に集える場所居場所というのがやっぱり大事だと思ってます知り合いの方にも私の知り合いの方でもその学校を卒業している年齢なんですけれどももろもろの就職活動の時のいろんなご経験がちょっとネックになりまして、えー、完全にというわけではないけれども結果としては引きこもっておられて、えー、なかなかじゃあ どこに行くのかというとその気軽に行ける家以外のところで行ける場所がないというそういうお話をお聞きしておりますまあ従いまして例えばなんですけれども本市が直接そういう場を提供運営するのかまたそうじゃなくてもさまざまな民間団体なんかにも場所をお貸しするとか市としてのです、ね、居場所づくりその整備に向けたこの支援策これを検討して いくのが必要だとは思うんですけどもこの点についてはいかがでしょうかはいいい担当部長 はい、あの議員がおっしゃるとおりに居場所というものが引きこもりの方に対してあの非常にまあ有効なものの一つであるというふうには考えております現在のところ京都市が直営であの設置運営しているというあの引きこもり支援に特化したような居場所というものはまあ,ありませんし、まあ、必ずしもまあ行政があの直接あの設置をしてまあ運営していくべきものというふうにはあの現在は考えてはおりませんししかしまあそのの重要性というものは非常に、まあ 認識をしておりますので、まあ、現状ですね。npo 法人などがまあ運営しているまあ、居場所につきましては、まあ、社会把握社会資源の把握という面から、あの区支所の方にあの。 きましたあの寄り添い支援係長を中心に、その NPO 法人などの居場所についての,あの情報というものを得るようなあの動きはしております、で今後もまあそれぞれの団体がまあそういう実施状況とか、運営方法などがまあ情報の共有ができたり、交換できるようなまあネットワークが構築していくような動きはできたらよいのかなというふうには考えているのが現状でございます。 鎌野委員、はいえー、これもぜひとも引き続き、ですね、まあ、あのスタートしたばかりということありますので、えー、引き続きこの点については、ぜひとも前向きにご検討いただきたいと、まあ、あの確かにあの部長おっしゃられたように、必ずしも行政が直ということには別にこだわっておりませんので、えーまあ、とにかくそのご本人にとって、そういうことが必要なのかなということですので、えー、よろしくお願いしたいと思います。それから、あのー もちろん今回も支援調整会議とかも設置されて、えー、しっかりとこう対応していこうということでされているわけですけれどもやはりあのご本人とか,かご家族の意見を反映させることがやっぱり大事だと思うんですけれども、まあ、また、あのー 支援団体、それから研究者の方々も、まあ、支援されている方おられますので、こうした方々の意見を施策に受け、えー、生かすための,その策といいますか、仕組みというか、こういったことは特に何か、あのー、今あるのか、それともなければ、あのー、こういうことも必要なのかなと思うんですが、この点は認識いかがでしょうか。いい担当部長 はいえー、ご本人、家族の声が大事ということは非常に思っておりますのでそこにつきましては、まあ、支援を通してあのしっかりとお聞きをしていきたいと思いますしあの、まあ、その専門であの学習されている方研究されている方というのの意見につきましてはあの特段、それを発表していただくような場ですとか一緒に意見交換する場というのは今のところは考えておりません。 えまずはあのまあご本人と家族の会をよく聞くということでございましたので、それはあの引き続き強めていただきたいと思いますし、ぜひともあのまあ今年度予算があのプラスにはなっておりますけれども、非常にあの複雑化しておりますし、長期化しておりますし、なかなかこれが答えだというか、これで解決だということになりませんので、しっかりと取り組んでいただきたいと、またあのアウトリーチということも今回、仕組みを作るにあたって強調されておりますので、ぜひとも、 そういう機能も活かしていただきたいということでぜひとも引き続き充実のために頑張っていただきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、次に、えー、もう一点だけ聞きたいと思うんですけれどもあの養育里親支援の充実ということで、えー、質問させていただきたいと思いますあのこの 行財政局のこの冊子ですね、今後の行財政改革の視点に基づく令和3年度予算への反映状況についてということにのところで、縮減項目というところで、ですね養育里親の推進をはじめとした社会的養育推進事業、これが230万円を捻出するというふうになって、 り、えー、まましたでこういうところまでも今の厳しいところで財政危機を理由にしてまあ削減するのかと感じたんですけども、まあ、お話を伺っているとまあその施設整備だとかあの,あの動画の作成ということでこの今年度の予算執行が一旦それが終わったのでその分が減ったということでベースのこれまで続けてきた予算は減っていないというご説明を受けました。まあ、そここででお聞きすするんですけどもこの 養育ですね、社会的養育推進事業本当に大切なことだとだ思いますまず1つお聞きするんですけども、この養育里への推進、まあ、こういう,うハグプランで目標も持っているわけですけども、これ、本当に大切なことだと思いますけど、今後、大枠、どういう方向で進めようと考えておられるのか、あお願いいたします。大泉担当部長 あのまあ、里親についてでございますが、あの特にあの、えー、養育里親については、ですねあのその制度自体の馴染みがなかなか市民の方にもまだ少ないということがあると思いますので、そ,のということそれからやはりま,まだまだなり手がです、ね、不足している、マッチングが進まない、えーえー、そういったことについてですねしっかりと支援をしていく必要があると考えております。鎌野委員 はい、えー、この養育サトラについては、あのこれですね、委託比率のこの目標も持って進めるということでプランになっております。えー、ぜひともですね、えー、まだ今お話もありましたように、えー、馴染みが少ないとか、あと、えー、イオンなんかで広報活動をやってるとかいうのもありましたし、それから、 今年度でも動画を作って、えー、呼びかけるということがありましたので、えー、これはあの重視して、えー、大切な取り組みだということで、ご努力いただきたいと、もう一点、えー、一方であの施設でもおもちろんこう社会的な養育が行われているわけですけれども、またその役割も重要だと思っております、この施設については今後、どういうような展開を考えておられるのか、お願いします大泉担当部長。えと私も、あのー 今回、社会的教育推進に当たってですね、三点あると思ってまして、里親、ご指摘いただいた施設、それから地域の中での取り組みというのが大きくなって、その三点をもってですね、推進していくのと考えております。そういった中で、施設でございますが、養育里親について推進していくわけでございますが、やはり施設についてはですね。その里親等の委託に馴染まない方、特にあのより手厚い支援、高い専門性が必要な子どもさん、児童に対するですね支援、あるいは。 地域の里野さんに対する支援なんかも含めてです、ね、行っていく、そういったことが求められているというな考え方でございます。鎌野委員 まあ、あの3点とおっしゃらなろうなと思いましたがあの里親とそれから施設、まあ、両方ともそれぞれのもう役割があるということでトータルとして、えー、社会的養育事業を進めていくということだとあの受け止めさせていただいております、まあ、本当にですね、えーまあ、こういう財政危機というふうな時なんですけどもやはりその子ども若者を育んでいかれるそういう大きな責任を持っている局ですのでぜひともこのご予算についてはですね しっかりと位置づけていただいて、取り組んでいただきたいと、まああの、どちらも必要かなと思っております、施設にしても、おプライを広げていくことにしても、ぜひとも頑張っていただきたいと思います、そのことを最後に述べまして、えー、私、質問、以上で終わらせていただきますはい進行いたします。兵委員 平等委員。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と私も、えー、最初にですね。引きこもり支援についてお聞きしたいと思ってます。あの、先ほども今ご答弁いただいておりましたけども、あのまあ9月に開始されて以来、この寄り添いつなぐ相談窓口あの209件というのを聞きしました。だ少しお聞きしたいのが、あの実際のこの相談からですね。あの寄り添いのいわゆるその支援に。 つながったというのは、私が聞いている限りでは20件程度というふうに聞いているんですけれども、そのまず件数とでする、ね、と、この実際に寄り添い支援が解消された上でのです、ね、あのいわゆる課題ですとか、先ほども課題の話ありましたけれども、その支援を開始しているの課題とかあの、また来年度以降、どのようにその支援をかあの取り組んでいかれるのかの方向をちょっと教えていただきたいと思います。いい担当部長 はい、えー、まず実績についてでございます。えーと 窓口につきましては、先ほど申し上げた通り、二百九件の相談が入っております。この中から、実際に、えー、区の方につながりまして、区の支援調整会議で、支援のあり方について。検討させていただいたケースが、まあ、延べで五十七ケース、というふうになっております。まあ、その中、にまあ、進捗の管理も入っておりますので、まあ、純粋につながったケース、まあ、四十六ケース。で、その中から、まあ、寄り添い支援の方につながったケースが、まあ、概ね。 20ケースというふうになっております。で、その他のケースにつきましては、しっかりとあの区の方の保健福祉センターの方での支援であったり、あのその他のあの関係機関等につながったりまあ、見守りをしているケースというものもあるというふうに、えー、思っております。で、えっ、ー、とまよ、あ、り送信での支援を始めるにあたりましてがです。けれども、やはりあの？ なかなかあの引きこもりの状態にある方につきましてはまあ特効薬が何かあるというものではございませんのでさまざまな支援を組み合わせながらあのまあ支援を続けていくということになりますので非常に時間のかかるものであるかなということと。その より支援が入ったからといってまあ即解決をするというものではありませんので少し丁寧に時間をかけてあの支援をしていかなくてはいけないかなというふうに思っておりますでまあそういう中からもまああの来年度に向けましてはやはり引き続きこう支援をこう実施していく中でのノウハウなどもできるだけ積み重ねていくことによりましてまあそれをあの支援者みんなで共有ができるあのような仕組みを作るでありましたり、まあ その中での支援を検証していくということも非常に重要だというふうに思っておりますし、で実際支援を行っておりますさまざまな機関がこうネットワークでつながっていくということも大事だというふうに感じておりますので、そういったものが構築できるように努めていきたいというふうに考えております共同委員、はい、あ、ありがとうございます。 あの今ご答弁いただきましたあの私もこの、まあ、209件の中であの市民の方からねご相談いただいてつながしてもらったケースも当然入っておりますしであの実際のお声としてあのその後ですねこの窓口の方から結局今おっしゃったみたいにそのあの区の方の。 そういった精神保険の窓口の方につながって支援を得られたという話も聞いてますのであのそういった点ではこの各局のいわゆるあの連携というのは非常にあの重要でこれがあのこの事業のすごくいい面かなと思っておりますのでまた引き続きお願いしたいと思うんですが先ほどその利り添い支援の中でですねあの先ほどもちょっとご答弁があったで事例がこれから重なっていくという話があったんですけどもあのいわゆるこういったあの一人一人もちろん当然事例違いますから一概にくくれないんですけれどもやはりその 私たちの支援員の方ですとか、あとその各区の関係者の方とかが、いわゆる事例検討を行っていく、事例検討会を行ったりとか、人によってはそのスーパーバイズが必要だったりとか、そういうあの支援をする側の,あのスキルアップの体制とかはどのようになっているかも教えていただけますか。いい担当部長。 はい、あの議員の指摘のとおり、非常にそういった点、重要なことだと思っておりますので、まあ、あの研修会などであのスキルアップを図りましたり、まあ、実際の事例を用いて検討したり、スーパーバイズが得られるような場というものも今後、作っていきたいというふうに思っております。平等委員、はい、ありがとうございますぜひ、あのー よより良いいい支援ににつながるようにお願いしたいと思ってますこの引き込みについて最後にお聞きしたいんですけども先ほどもあの他の委員から8050という言葉が出てきたんですけども私もかねてから8050問題は非常にあの取り組みというか気になっていることでしてこのコロナ禍においてですねいわゆるそのお仕事がなくなったり減ったりさまざまな要因はあると思うんですけれどもこの先ほど209件のその相談の中でですねいわゆる中高年の方がどのぐらいの比率いただか教えていただいていけますでしょうか。 はいあの、一応、まあ、これまで39歳、40歳のところであの年齢を区分しておりましたので、まあ、そこでちょっと。 区分分けたところでの数になりますけれども39歳以下の方が大体いい54%ぐらいに対しまして40歳以上の方が3割以上の相談になっていて今、64件不明の方も15%ほどまだ年齢等おっしゃらない方もいらっしゃいますのでそういう形にはなっておりますけれどもやはり40歳以上の方の相談というのが非常に増えているという印象は持っております。 平等院わ、はい、かりました。ありがとうございます。また、引き続きあの期待している事業ですので、よろしくお願いしたいと思ってます。では、ちょっと次の質問に移らせていただきます。えー、とですね。教育保育給付、私もちっと保育のことについてお聞きしたいんですけれども、あの保育園、先ほどから保育園のお話があの何回か出ておりますが。 あの特にその保育園というとどうしても通常の保育園を思い浮かべてしまうんですけども私がちょっと今日お聞きしたいのは企業主導型保育園についてお聞きしたいと思っていますあの情報館見ますとそちらの方でも企業主導型の保育園を頑張っあのやっていきましょうというようなお声かけもしっかり掲載していただいていると思うんですが。 あの当然企業保育あ、企業・指導型保育園というのが当然、その企業の保育をメインとしているからなかなか一般の方には馴染みがないと思うんですけれどもあの私があの一応調べた中では市内には今36ほどあの保育園があってちょっと数が違ったら申し訳ありませんがあると思っていてでその中でいわゆるその企業・指導型保育園というのは約定員の半分までは地域枠として一般の利用ができると認識しているんですねであの。一般の利用ができるとということは当然 あのあの保育の無償化の対象にもなりますし、いわゆるその通常の市民の方がここに通いたいんだというところの、いわゆる通常利用もできる保育園になっていくと思うんですが、そういった中で、この企業主導型保育園に対して、この本市としてどのように取り組みというか、対応されているか、お聞かせいただけますか。企業 えと企業主導型保育事業所ですけれども、あのご指摘のとおり、あの市内にはあの36か所の企業主導型保育所ございまして、うちあの地域枠ございます、あの企業主導型は30箇所ございます、でその中で、本市との関わりということですけれども、まあ、企業主導型保育事業所につきましては、まあ、位置づけとしましてはまあ認可外保育所。 というあの位置づけでございまして、まあ、あの本市に対しましては、まあ、設置届けということで届け出があのいただくことになっておりましてであのこの,、えーまあ、あの届けいただいた場合につきましてはあの、まあ、企業主導型保育事業所につきましてはあの、まあ、国の方 から、まあ、もあの立ち入り調査があるんですけれども、まあ、あの本社としても認可外保育事業所ということで、まあ、立ち入り調査年1回、まあ、実施を、えー、させていただいているというところでございます、でその中で、まあ、あの本社し,、ま、しましても、まあ、あの企業所導型保育事業所の、まあ、ホームページであの、まあ、情報の掲載を、まあまあ、したりとか、まあ、窓口でも、まあ、情報を提供させていただいた、まあ、そのような関わりでございます。平土委員 はい、ありがとうございます。まあのこの企業指導型保育園も。 一あの国の方ではあの普通の保育園と同じように設置に当たっての助成を受けたりとかできるという私は認識しているんですけどもあの今おっしゃられましたあのいわゆるその地域の中いわゆる各ろ場所でも局等でも窓口等でもご案内しているというお話なんですがこの,あの企業指導型保育園の特に地域枠のあるところなどはあの市のウェブサイト等であの一覧表で見れるようになっていらっしゃいますがその辺りもお聞かせいただけますか。休み室長

認可外保育事業所の一覧ということで、その中であの掲載をさせていただいてます、でそ,あのそれとまあ窓口の情報提供ですけれども、まあのま、利用調整におきましては、基本的にあの認可保育所の方でご案内させていただいてますので、あのニーズの中で、あの冒頭おっしゃいましたように、まあ、あの企業のさまざまなそのこう働き方の中で、あのそういうニーズというのもいって対応されてますので、そういうニーズがあって、あのお話がありましたら、必要に応じてあ情報提供させている、そういう状況でございます。 ありがとうございます。 あのそうですねニーズがあればということになると思うんですがまたあの先ほどからいろいろ定員割れの問題ですとかあの待機児童ゼロの解消の問題とかもあるのであのこういったあのいわゆるおっしゃった認可外の中でも特にこういったあの一生懸命企業として頑張っているけど地域にも開放しているよという保育園につきましては引き続きあのそのような形で支援をお願いしたいと思っていることとあとこれこの保育園のお話があって1個,1個だけ最後お聞きしたいんですけれどもあの今回その議題の第31号の耐震化基準についてもいわゆる あのいわゆる公表するお話が出てるんですが、こういった認可外ですが企業、指導型保育園についてのそういった耐震の情報とか、そういったものはどのように取り扱っているか、最後教えてください。本市おきまましししてて、まあ、認可保育所をまあ対象にしましてあの えまあ耐震化計画ということであの策定をしましてあの今回、ご提案させていただいてます条例でもまあそ,のいまあそういう基準を作って。あのまあ あのまあ、公表するということもまあご提案させていただいていますけれども、まあ、対象は認可保育園でございましてあの、えー、企業主導型保育事業所につきましてはあの対象にはなってまいりません、ただ、あのこの認可外保育事業所の方あの所管をしてますあの内閣府児童育成協会、こちらの方で、えーまあ、その審査の際に、耐震も含めまして、えー、建築構造に関しまして審査をしておりますので、そちらの方で安全性は担保されているのかなというふうに認識しております。 共同委員、はい、分かりました。ありがとうございます。まあ、じゃあ,あのそのような形で、あの内閣府の方のあの設置の段階でということで、クリアしているという認識でおっしゃるわけですね。分かりました。ありがとうございます。での次の質問に移らさせていただきたいと思います。えー、とですね。放課後とデイサービスじ支援事業についてお花あの教えてください。あの支援サービスの質の向上を目的に実施ということで。 あの毎年行っていただいていると思いますがあの残念ながらあの指定取消しの事業所等が出ていることもお聞きしております私も記憶不信会でいろいろ聞いておりますけどもあのまあ現在163までに20年ででしたけどもちょっとこの取消しの関係でどの数が変動したか分かりませんがあのこの支援事業ですねいわゆるあの質を向上するために どのような形でやってますかと訪問していくという話を聞いているんですけれども、この163 16という数にさせてもらいますけれども、あの今までの中でそのどれほどここ、この事業で終わったのかということと、これから残りどのぐらいあって、これ全部完了するまでどのぐらいかかるのかということを最初に教えてください大泉担当部長。はい あの現在の事業指定につきましてはです、ね、あの休止の部分もあるんですが一応164箇所ある状況でございますがあのそういった中であのまずあのこの支援事業でございますが全事業所を対象としてすべて回るということは考えていないんです。えー、というのが、まあ、監査、まあ、自治体ですとです、ねまあ、あの法令適合そういった基準に適用しているかというのをきちっと見るということがございますのですべ、えー、て回らせていただくわけでございますがあのこの事業につきましては基本的にはその事業所が例えば支援あの子どもさんの特性 を含めてですねそういったことに困りごとが持ってたりとか、えー、まあ運営上の課題であったりとかそういうことについてアドバイスをしていくというものでございます。で、まあ、そういったことについて専門的見地からです、ね、助言指導していくという状況でございましてそれとそういった訪問とそれから研修会をですね、まあ、その結果をですねあのまあ持ち寄りまして全ての事業者に還元をしていくということを考えております。っまが、えーとまあ、元年からこれは7月 から始めたもの昨年度から始めたものでございます。で今年度もまあコロナということもございまして、えー、まあ回数に言って限りはございますが、現在までで四十九事業所で五十九回延べでございますがの実施指導しているところでございます。またあの先ほど申しました研修会などについてもですね、しっかりと実施をしているところでございます。協働委員はいありがとうございます。そうしましたらあのこれはいわゆるその施設を ね、こういう今おっしゃったようにう困っているだろうとかあのもう少し良くしていった方がいいんじゃないかといようなそういう形であの選定されていると思うんですが選定基準のようなものがあるんでしょうかそ大泉担当部長。 はい、あの明確に選定基準でこういう事業所じゃないといけないことはございません、まずあの申してで,ですねやはりあのちょっと相談したいなということであったりとか、あるいはあの私どもから見て、ですねやはりあのまだあのこう指定してから、まだ日が浅いと言いましょうか、あの少しあのアドバイスした方がいいかなということを含めてですね考えてましてあの、双方でマッチングさせていただく中で選定するものでございます。共同委員 分かりりまましたありがとうございます、まあ、あのこの事業はしばらくそうしましたらあの続いていくというふうに認識させていただいてよろしいわけですか、ね、こういろ,いろんなあの選定していく中でもうこ,のここまでいったら終わりということではなくて極端に言うとあのその事業者が何年かしてまたもう1回受けたいという場合は大泉担当部長。 昨年度から始めさせていただいているんですが、1つは、ですね受託事,事業者の指定が2年間、えー、と去年1年間しまして、えー、と今回2、2年度、3年度の2年間と考えております、やはり一旦ですねそこであのこれまでの成果について検証すべきかなと考えておりますので、そういったことを踏まえて今後について検討していくということでございます委員はい分かりましたありがとうございます あのまあ、介護保券のお話をして恐縮なんですけれども実は介護保券事業所数が全然違いますから比べるわけにはいかないんですけれどもあの介護保券の事業所なんかですといわゆるあの訪問介護事業所ですとか通所介護事業所の各事業所がですねいわゆるその行政区単位になってはしまうんですけどもあのいわゆる連絡,会連絡会という形をとって。 それぞれ自分たちでその月1回定例会で集まったりとかあとはそこで自分たち独自の研修会を行ったり切磋琢磨をするんですね。でいわゆるそれってあのいわゆる人のふりして我が振り直せではないんですけどもやはりまずいなとうちなのやり方はまずいなとかそういったものを見,見直したりあそこはいいとこやってるなっていうふうなすごくいい情報交換ができたりする成果があるんですけどもまあ放課後とデイサービスさんがそれがいいか分かりませんけどもまあ一番少ないあの区で参加で 3事業者ですかね、多くても30少し超えるぐらいの事業所という数しかありませんからあの、直接それが比較はできないかもしれませんけれども、そういっと横のつながり同士で、いわゆる連絡的快適なもので、あのお互いがお互いをその切磋琢磨し合うような、そういう体制を取っていくことはお考えじゃないでしょうか大泉担当部長。 はい、あの委員おっしゃる通りですね。あの、やはり私どもの例えば支援事業とか監査だけではなくて、あそれぞれの情報交換しながら、あの質を高めていきたいとかっていうことは大切だという認識でございます。そういった中でございますが、あのまあの障害分野におきましては、シャージともにですね。あの5つのご権域ということでございまして、その中であの実施支援協議会の地域協議会を設置をしてというのもございます。その中で区役所であるとか、事業者が参加しながらですね。協議をしております。で、まあ、あのそういった中に児童部会も設けておりますので、あのそう。 でああったりとかあのまあ、先ほど申し上げましたあの研修会とか含めて、ですねあの研修会の中のグループワークなんかもしていただくということを含めて考えておりますで、そういったことの中でああのまあ先生おっしゃるようなですね、えー、まあ横のつながり、あるいは困ったことについての情報交換とかしている、そういった仕組みを今後ともしばらく続けたいと思っております。あありがとうございます、まああの 事業者間も顔の見える関係が非常にあの有効だと思うのでその辺り、また引き続きあのより良いものにしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。とはちょっと最後の質問に移させていただきますけれどもっ、えー、と一人親家庭支援についてお聞きしたいと思います。 あの何度か私もあの代表質問等でもさせてもらって、一人親家庭の支援についてのお話しさせてもらってるんですけども、あの特にその養育費問題については様々、さまざま無理なのを言わせてもらって申し訳なかったと思ってるんですが、あの来年度のですねいわゆるあの本市で一番、あのこの一人親家庭支援であの根幹をなしてます、夢あすについてなんですけども、あの今までの,そのこの1年間の夢あすの状況と、来年に向けての重点課題ですとか、そのあたりをお聞かせいただけますか。 塩山部長有名安についてでございますけれどもあの、まあ、とりわけあの今年度の状況で申し上げますと、まあ、コロナ禍の中で、ま人、あ、一人親た家庭の、まあ、状況というのは非常に厳しいということで、<laughs> まあ、あの相談の中でもそういった形の,あの就労の商談であったりとか、まあ、そういうのが寄せられているような状況もございますんで、あのその中では、あの今、有名安の方でやっております、その相談支援事業とか、 まあ就業、生活支援事業、まあ、交流事業など、まあ、幅広く事業の方をさせていただいてますのでまあ、それどれも重要な事業だというふうに思いますから、まあ、そこら辺のところをあのしっかりやっていくということで3年度の予算の方にも計上させていただいているところです。けどもあの、まあ やはりちょっとこう若い世代の世帯のやっぱりアプローチをちょっと強めていく必要があるだろうということで、まあ、LINE 活用したこう情報提供であったりとかつな、まあ、がり作りみたいなことをあの取り組んでいるという状況でございます員、はいありがとうございます LINE とかその若い世代のアプローチ、非常にあの素晴らしい取り組みだと思いますのであの期待しておりますよろししくお願いします。 あのそれであの夢あすの由良の事業、今、あのウェブサイトの方も拝見させていただくと、ですねあのいわゆるその世帯への支援として、あの交流事業として、ちょっと今回、コロナでできなかったこともあると思うんですが、あの水族館に行くような、そういったイベント等、ね、行事等もしていただいていると思いますけども。あの その中ですねいわゆるその,不死の方へと母子の方へといわゆるその世帯は2つ分かれていってしまうと思うんですがあのちょっと拝見した中であの不死世帯の方のみの参加が12回のうち1回ありますといろいろ書いてあいた後のを拝見しててふと思ったんですけどもあのどうしても私たちその一人親世帯の支援というとどうしてもついつい母子というふうなイメージを思いがちであの不死というものに関してちょっとあのなかなかあの目が行きかないような傾向があるこれはあくまで傾向として捉えてくださいと思うんですけども あの夢あすの中で、特に節世帯に対しての,あの支援とかで、これは大切だと、またはそういったように今後、課題として検討していきたいというものがあったら教えてもらえますか塩山部長、はい。節世帯への,の支援についてなんですけれども、あの確かにちょっとあの事業の状況を見てますと、もともと母子の世帯と節の世帯の数でいうと、まあ、あの母子の方が多いということであったりだとか、 やっぱりあの母子家庭と父子家庭ではその困りごとの,その内容であったりとかっていうのも違うというようなこともあのまあそういったこともそのまあご利用いただく数に影響は出てるのかなというふうにちょっと考えてるんですけどもあの確かにあのちょっと今、ユメやスの方でやってる事業は基本的にあの母子と父子も両方あのはい対象にしていましてまあママカフェだけはちょっとまあまあ はいあの母親の方のお集まりということでしてるんですけどもでちょっとまあご紹介ありましたあの交流事業なんかはやっぱり大事な部分だというふうに思うんですけどももともとちょっとフを対象にしたちょっと事業もやってたんですけどなかなかちょっとご参加いただけなくってなんですけどもただあのちょっと先ほどご紹介いただきましたあの水族館のやつなんかはあのまあ両方あの対象にしてるんですけどもあのこうバーベキューとか。 あのそういうちょっとこうアウトドアなんかであると、ちょっと不死の家庭のご参加があったりだとかっていうのがございますんで、そこら辺のところについては、両方ともご参加いただけるようなことっていうことをしっかり考えていかないといけないというふうに思ってます。共同委員 ありがとうございますちょっともう私、時間ないので、あの今お話聞いた上で僕特にこれからできませんけれども、あのその父世帯、いろんなね、今お話しいただいた通りやっていただいてると、両方合わしな、ね、いそうやってやっていただいていると思うんですけども、あの特にピアカウンセリングとかも、よく女性のカウンセラーさんというお話をしゃ話したことあるんですけども、父の,の関係でいくと、そういった男性の視点のそういった体制なんかも、ちょっと考慮していただいて、今後、またさらに取り組んでいただきたいと思いますこれは要望としてよろしくお願いいたします。以上で終わりますはい 進行いたします山津委員山津委員 えっと一昨年の三月八日でございますけれども国際女性デーということでまあ女性の生き方また女性活躍ですねいろんな観点からまあ考える日でありますでまさに小悪曲のまあ安心してまあ妊娠出産子育てできる環境づくりといったところを。お 軸って進めてらっしゃる局には通ずることだと私は思っておりますし、えー、まさに SDGs の例えばジェンダー平等の達成といったところにも局の方向性というのはつながっていくと思いますので、えー、その辺りまた女性活躍の支援そのものは局、まあ、横断的な取り組みかとも思いますけどもやはり、えー 子ども育み局としての女性活躍支援というのは来年度も引き続き進めていっていただきたいというふうに思っております。でやははりその中でで来年度では 他の委員からのも話もありましたけれども不妊治療の女性拡充というのはやはりあの注目すべきことだと思っておりますまああくまでもその女性制度の拡充そのものは、まあ、国の流れを受けてということでございますのでやはり本市として独自で じゃあその女性制度をどうやってまあ伝えていくのかであったり、えー、かつて果実ですねあの補正予算の時も言いましたけども、まあ、これまで本市で不妊治療を受けられた方にまあアンケートを取られて、まあ、い,わいろんな角度からのまあ実態調査というのをされたと思うんですけどもやはりあのそこの まあ大きな課題っていったところに一つその本市独自でやっていることでいくとやはりあの相談窓口そのものがまだまだあの周知あ至ってないとで私その相談は窓口はあるけども相談窓口が充実してないから使わないんじゃなくって相談窓口そのものがあ,のあることは伝わってないっていうのはこれはやっぱりあの 事業そのものが全く達成できてないっていう厳しい判断に私は至ると思っておりますので、まあ、あの細かいあのその今後メール相談の展開であったり、まあ、いろんな工夫を持ってそしてあの補正予算の時はあの私は例えば、えー、と日時の工夫であったりですとか、まあ、いろんな方があー参加しやすいであったり相談しやすいあの 再生りっていいいううのをしてしいってほ細かいことを要望いたしましたけども改めてですねやっぱりあの女性制度ありきでこの不妊治療を,をね京都市で進めていってるようにどうしても見えるんですねでも京都市として女性制度をもとに不妊治療の方々の悩みに寄り添ってそして引いては京都のまあ未来の。 少子化対策であったり、まあ、担いで育成といったところにつながるわけですから、やっぱりしっかりとやってい,っていただきたい、改めてその独自でやっております相談窓口等々があ周知に至ってなかった、えー、そのもとで、まあ、再構築を、体制作りの再構築を求めますけど、いかがですか大泉担当部長 はい、あのご指摘のとおりですね。あのまあ、昨年のアンケート調査の中でも、あのご存知である方が非常に少なかったという実態がございます。あの、銀行試験当日、あのまあ、そういった女性まあ、女性制度もそうですし、窓口もそうですし、あのトータルにですね。しっかりと全体としてえ、京都市としてこういった取り組みをしています。よということをお知らせするようなことが必要かなと思っております。どうしてもあの事業ごとにですね。あの切れ目があったのが実態かと思っております。で、あのまあ、周知につきましてはですね。そういった中で。 あのまあ当然のことなポスターであったりとか特に医療機関との連携が必要でございますのであの医師会、産婦人会会と再度しっかりと連携あの協議いたしましてあのまあチラシの配布であったりとか含めてですねしっかりとやっていきたいと思っております。事業の中身につきましてもあのいくつかのまあ工夫あのすでにご質問いただいたところでございますがあのこれも助産師会と等があのまあ住宅機関にもなっておりましてえそちらともしっかりと連携今あの協議しているところでございますのでえさらなるあの、まあ まああ進展に向かってですね、周知も含めてやってきたと思っております。以上でございます。山津委員、はい、やはりあのその不妊がね、正しくま理解されていないといったところでのま特別死であったりですとか、まあやはりデリケートなことでございますので、なかなかこう周囲に相談ができないといったところで。 不妊でも悩んでるけども相談ができないようなところでもまた精神的な追い気持ちを追い込んでですねやはりあの孤立化されていくといった課題もありますのでやっぱり今おっしゃったこともご決意だと思いますので、えー、来年度はしっかりと取り組んでいただいてあー引き続き心寄り添った対応をきめ細やかにやっていっていただきたいと思います。 思うんですけどやはりあのその働きながら不妊治療を受けることがあ大変難しい社会構造になっているとでやはりあのその両立っていった点をどうやって克服していくかというところをやっぱり真剣に考えていかないとなかなか 進まななないいいんんじゃないかなというふうに思うんですねでやはりこれはあの一つ報道とおいろんなところでも言われてますけどもやはりあの治療のに関して職場での理解がなかなか進んでいなかったり、まあ、どうしてもあの体があってその治療があることですからあのこの曜日に 受診しますとかこの日ならというようなところがなかなか読めないといったところでやっぱり急なお休みが必要になったり、まあ、治療によってちょっとしあ肉体的に疲労を受けて、えー、次の日仕事に行けないとかですねやはり急な休みもどうしても必要になるそんな状況なのでなかなか休暇制度が整ってないといったところで、うん、離職に。 うん、至る方もいると聞いてますし。しまあ、働き方のまあ、職種を変えたりです。とか、本当にそういったところに繋がるわけです。で、えー、それっていうのはやはり当事者もつらいですけども、企業側としてもやっぱり優秀な人材を手放してしまうっていったところのまあ、デメリットもありますし。しまあ、社会全体としましたら、やっぱりあのそういった女性のね。あの活躍の場っていうのがやっぱり。 減っていくといったところでの、まあ、いろんなところに大きな影響が及ぶわけでございますからえ局としてはやはり、まあ、まずは国にそういったあの制度構築をですね、えー、しっかりとやってもらうということを今までも動いてらっしゃると思うんですが引き続きこれを同時にやっていただくこととやはり改めて本市独自のね動きを。 していいいたただきたいと思いますそれっていうのは例えば参観の方で、まあ、いろんな中小企業の支援であったり、まあえー、産業のことでございますからいろんな企業とか事業者さんとの、まあ、やり取りされている中でやはりあの そういったところにもっとねあの一緒に連携して企業側にその働きかけを京都市としてやっていってほしいなというふうに思ってますで先ほども言いましたようにやはりあの離職防止にもつながりますし、まあ、社員さんそのものが自分とこの会社にそういう制度がきちっとあればやはり安心感とそしてまあ長く勤めようという,こうモチベーション向上にもつながるわけで、まあ、いろんなところにメリットになるんですねなのででそういった点で まだまだあの本市独自で、えー、そして主導でね、そうやって企業側に働きかけて、まあ、女性社員を雇用するといったところで、どう,どういう状況がおこあの起こりうるのかであったり、まあ、長く勤めていただくためにどうするとか、そういった観点での働きかけしてい,ていただきたいんですが、いかがでしょうか。大泉担当部長 はい、あの不妊治療をされる方のですね。ご本人さん、当事者の本当に辛さとか、あのまあ、精神的に適正、あの金銭的も含めてですね。あるということと同時に今おっしゃるように働きながらというのがより、あのなかなかあの厳しい状況があるのが実態かと思っております。そういった中でご紹介いただいたようにですね。ご本人さんの安心。それから企業としてのメリット、これ非常に大切かなと思っております。そういったものはしっかりとですね。あの全ての方が我々も含めてあの。 認識しながら進めていくそのためのの取りり組みというのが一定必要かと思っておりますで、そういった中で、あのまあ、これまでもです、ね、我々の独自の動きというのはしているわけでございますが、あの産後環境区としましても、あの全般的に今、先生まさにおっしゃっていたような趣旨というのが大切だという認識のもと、例えば、き、え、ょ、ー、の町企業訪問という、まあ、ウェブがございます。その中で、働き改革の取り組みの状況について、あの企業側が自己診断をしていく、そういったものをあの出していくということで、今現在、3500社がこの制度を ししてていいるという,ふうにお,聞きしておりますあるいは国の仕事と不妊治療と仕事の両立に関するシンポジウムというのが発信しているんですがその,おおその中身についてですねあの配信している、まあ、ウェブ上でございますがこれを紹介していくとかそういうことは取り組みを始めているということでございますのでわれわれはあの私どもの不妊治療に関する情報であったりとかも含めてしっかりと産後環境局にもお渡しをしましてですね共に何,、まあ、何ができるかということはまだこれからの部分もあるんですがあの連携して 対応してままいります山やっぱりあのその就職する際にそこの企業のまあいろんなまあ給与状況であったり休暇をどんなふうに取れるかといったところの中にねもう当たり前のようにその不妊治療に対するサポート制度がありますよというような社会になっていけばね あのいいわけですけど、まあ、それは本当に京都市だけではなかなかできないこともありますので、まあ、国の動きも見つつだと思うんですけど本市でも先ほども申しましたようにそういった参観と連携して何かそういったセミナーをやってみるとかそういった動きをやって,ていただきたいというふうに思いますするとやっぱりあの京都で働きたいそして京都でまあ子どもを産んで育てたいといったところの、まあ、女性が輝ける社会の実現につながると思ってますので是非、えー、とも女性制度ありき ではない、独自の動きで、えー、女性のそういった不妊に悩む方への対策という、あのー、応援ですね、支援していってもらいたいと思います。まあ、それでいきますとあのー 妊婦さんに向けた PCR 検査のことも、そこにまた女性支援,支援といったところにつながると思うんですけれども、まあ、安心して子どもを出産できるといった点で、非常にあの本市でいち早く、ね、この制度を取り入れられましたし、えー、出産される妊婦の方には大変心強い支援だったというふうに私は思ってます。で先ほども少し他のの委員 質問の時にご説明ありましたけれども昨年の4月から10月は少しあの利用者の伸びが低かったということも聞いてますけど、まあ、その後あのいろんな状況も改善して、えー、利用率も上がったというふうに聞いておりますので、まあ、今後もですね世の中の状況どういうふうに変わっていくか分かりませんけども引き続きまあ状況のニーズ等を把握しながらですね 参加医療機関とさらなる連携をもとに、まあ、いろんな形で女性が安心してまあ、妊娠出産できるような形の環境づくりを進めていっていただきたいと思いますこれでこの件に関しては終わります、えー、次にえっ、ー、と児童虐待に対しての質問をさせていただきたいと思うんですけども まあコロナ禍におきましてやはり家庭内での児童虐待の件数というのがやはりまあ全国的にまあ懸念されている中かと思うんですけどもまあ現在、本市の状況としましては通告件数がまあ劇的に増えたというような方 あの報告は受けてませんので、まあ、その点に関しては少しまあ安心している部分はあるんですけれども、そもそもやはり通告件数があるということは変わりがございませんので、やはり根絶ケア、まあ、解決に向けてですね、全力に取り組んでいっていただきたいと思うんですが、来年度の児童虐待対策の予算が、ま,あ、まず増額している理由というのをお聞かせ願いますか、はい、大泉担当部長。 はい、あのベースになるです、ね、児童虐待に対する予算というのはあのあのほ,ほぼ維持なんですがあの今回、多かった部分についてはあの見守り支援ということで,です、ねえー、強化事業というのがございましてこれが大体2000万弱1950万でございますのでこれが大きく伸びているところでございます。以上でございいまます山<水>、はいまあ、今おっしゃいましゃたあのそれ支援対象児童等見守り強化 事業補助金の制度のことだと思うんですけども、まずこの現状ですね、令和3年1月29日から3月30日、子ども・子育ての家庭の孤立を防止し、地域ぐるみで見守り体制を強化するという思いのもと、あの導入されたことですけども、これ自体の進捗はどんな状況でしょうか塩山部長。はい 1>, えー、1月の下旬にちょっと集中させていただきまして、今のところあの問い合わせも含めて、約10件ぐらいあの、えー、といただいている状況でございます。山津委員、まあ、今 今、10件とおっしゃいましたけどもなかなか正直言うとあのすごい問い合わせがあったという判断ではないというふうに事前のお話で聞いてまして、まあ、やはりあのそれはあのどういった理由で、ね、それが伸び悩んでるのかといったところを、まあ、あの事前にいろいろとお話聞かせてもらってたんですけども、まあ、あのなかなか。あの この制度そのもの自体の周知がまだもう一つ息を呼んでないというところと、えー、局として、まあ、例えば子ども食堂とか宅食とか、まあ、本市で把握されていますまず90団体に、まあ、この個別周知っていうのをされたというふうに聞いてますけども、まあ、なかなかこう進まないっていうのはこう事業者さん がやっぱりこの女性制度そのものに、まあ、なかなか今必要なこととマッチングしてないといったところも現状なのかなと思いますので、まあ、来年度も継続するというふうに聞いてますこの制度自体継続されるって聞いてますので、まあ、今現状ちょっと伸び悩んでいるような状況をしっかりと把握した上であで90団体以外にもまた伝えていく方法であったりとかしっかりとこの制度自体が 有効にね使っていただけるような形でやって,ていいいたただきたいと思いますでやはりあの通告件数の増加というのは大きく見られないですけれどもやはりあの子ども虐待 SOS 専用ダイヤルの対応件数というのが平成30年は3896件に対して令和1年は4491件と非常に増えていると聞いております。やははりあのそこにはその 通告には至ってないですけども、潜在的虐待というのがやっぱりじわじわ増えてきてるんじゃないかなと思っておりますので、そういった潜在的虐待に対して、本社はどのように取り組まれているでしょうか大泉担当部長、失礼しました。 あの確かにですねあの表面的なあの数値というのはそれほど大きく変わっていないというのをあの議員あのご紹介のとおりでございますが、やはりあの家庭の中でですね非常にあの子ども保護者総合についてまあ、環境が大きく変わっていく中でですね精神的な負担が高まっている状況があるかという,ふうに認識しているところでございます。そういった中で様々なアンテナを張りながらですね関係機関が情報を共有しながら対応していくということが大切だという,う認識しているところでございます。以上でございます。山津委員。 はいまあ、あのその潜在的なところに対応に関しては、まあ、区役所の子ども育み図であったり、えー、また教育委員会等々とも連携しながら、まあ、いろんな対応されているというふうには聞いておりますけれども、あとやはりあの乳幼児健診や保育園に、まあ、行っていない子ども、いわゆる居所不明児童も虐待の潜在化になるという可能性からですね、まあ、本市でも調査されていると聞いてますけど、このあたり、いかがでしょうか大泉担当部長。 はいあのまさにご指摘のとおりあの特に所属がない方につきましてはで子どもさんにつきましてはあの、まあ、普段の、まあ、モニターでは捉えきれない部分ございますので、えーまあ、特に昨年の4月の緊急事態発生後でございますが、えーまあ、これは 特に要体協に登録されている子どもさんはございますので、すべての子どもさんにつきまして、えーまあ、それぞれの所属以外のところも含めてですね、出属、まあ、ない方については子ども半分室あるいは児相が直接個別に確認をするということで、すべてのお子さんについての安心安全を確認しているところでございます。今後ともそういった取り組みを対応してまいります。 はい、やはり講和本心にとって宝でございますので、まずはしっかりとあの救える策を講じてです、ね、虐待を受けている子どもたちを救っていくという強い決意のもとで、この対策、進めていっていただきたいと思いまますす終わります、はい、質疑の途中ですが、1時間を経過しましたので、ただいまから換気を行います、しばらくそのままでお待ちください。 文化会を再開いたします。堀委員、<laughs> 堀委<井>員。そしたらあの私の方からはあの子どもの貧困対策として、えー、子どもの医療費えー、それからあの学童の牛対策この二点について、えー、質疑をさせていただきたいと思います。あのコロナ禍の下で。 まあ親の就労が大変不安定になっている、まあ、解雇やまあ減収等により、まあ、子どもたちにもまあ精神的にも肉体的にも不安とかそういう及ぼせ影響というのはまあ計り知れないんじゃないかというふうに思うわけですで数年前にあのアンケート調査が子どもの貧困子どもの実態ということで、えー、それを子どもを取り巻く状況や 親の実態を把握して、まあ、改善をするための対策をしてきたっていうのが、あ京都市の現状だと思います。ところが、それを、まあ、見直していく国基準を上回る福祉施策を見直すと、で2021年度からの3年間で、まあ、徹底的に見直しをする、で市長は、今年度予算に計上した改革は、今後も続く改革の一律化であり、 持続可能な行財政の確立に向けて、決意と覚悟を持って、市民に丁寧に説明をし、司会でも議論いただきながら、来年度にさらに大きな改革を本格化すると、議案説明で言われました。今年度の予算を見ますと、まあ、私自身が心配をしていました、子どもの医療費の支給事業に23億6732万8000円。 そして学童牛対策に3億6378万円が計上されているっていうことで継続、まあ、してもらえるんだなっていうことを、まあ、思いちょっとほっとした胸をなで下ろしたというようなところがありますで、あのー、学童牛対策事業について、あのー、治療から予防へ変えていくということが、まあ、言われていたというふうに思うんですけれども この予防というのはどういう意味なのか、歯磨きの徹底、そういうことっていうような形で、ちょっとこの中身をちょっと教えていただけたらと思います塩嶋部長。はい、あの私、ちょっとご答弁の中で申し上げた言葉だと思うんですけれども、あのあすみません、えーと、治療から予防に変化していっているというふうに申し上げたのは、あのいわゆる が子供の牛治療牛対策についてのその状況のことをちょっとご説明させていただいたもので、あのまあ具体的にまあ予防といいますとその復活物のシメント舗であったりとかまあそういったことなんかを意味として説明したものです。補任員、あの私決算特別委員会でもねあの質疑をさせていただいたんですけれども、あの学童期っていうのはあの。 入試から永久、まあ、試に生え変わる、まあ、そういう時期であるということですから、この時期、とっても大事だというふうにあの認識しているんです。で、まあ、あの学童期っていうのは、まあ、学校で年2回、歯科検診というのがありまして、で虫歯があればあ治療を促す、そういう用紙を児童が持ち帰るっていうふうになっております。でそしてえかかりつけ医のかかりけけのの 歯医者さんで受診をしてで受診しましたよっていうのをまた学校にあの返すというような、まあ、そんな仕組みがあのできているんですね、まあ、その際あの歯医者さん、えー、歯科医さんや歯科衛生士さんの方から歯の健康やあるいは歯磨きの仕方なんかねお,あのお話を聞く機会もあるだろうしあの学校でもねあの染め出し剤を使ってプラークチェックをし 歯磨きの仕方を学ぶで1年生なんかは歯科衛生さんが来てあの歯,歯ブラシの持ち方から磨き方というのをあの教えてもらうということを、まあ、学んでいる、まあ、つまり、まあ、そういう形でもうすでにここもうずっと予防っていうのはやられてるっていうのが現実なんですねでまたあの何年前になるのか1 5 6年前になると思いますけれども,もう学校で復活物専攻始まってるんですよ。 でその復活物も、まあ、希望者という形だけどほぼ全員ほぼ全員があ学校でまあ行っているという形です。で毎日歯磨きをして、えー、虫歯予防をしていてもやっぱり虫歯になるっていう人はなるわけなんですよ。まあ、予防というふうに、えー、言っていくならば、まあ、ひょっとしたらかかりつけのあ歯科医院さんを持つっていうそして定期的に。 えー、検査をしてもらう、見てもらうっていうのが、あそういう予防になるのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか塩山部長、はい、あのこの学童牛対策事業は、あのもうご案内の通り、これは牛の治療に特化したものになりますので、あのこの事業としては、 あの広くその子育てててて支援施策としてあのさせいいいただいているものでございますであのこの制度自身これ事業昭和36年から開始されてまして、まあ、非常に長い経過のある中でまあそういった歯の取り巻く状況というのも変わってきているというふうに認識をしておりますであのちょっと予防のちょっと話がずれてしまうんですけどもこの牛対策の事業とあのまあ予防の観点で申し上げますと今申し上げあのご指摘いただいたような。 ことというのが非常に重要になってくるというふうに考えております。あの。要するに、そういうことをしていても、あの虫歯になるときはなる、なってしまうっていう形ですよね。で、あの私自身あの。例えば、その。こういう学童の牛対策事業あって、無料で、見てもらえる。 だからあ,のあなたのお子さんは虫歯ありますよって学校で歯科検診してもらってそのチェックを持ち帰るからあでしかも無料で行けるから見てもらおうかなっていう形で連れていくあるいはお子さんだけで行くという形が取れると思うんですよね。もしも、えー、無料じゃなくなってしまったらよっとしたら行けなくなってしまうんじゃないかそのことをあの思うんです。 であの私ね、まあ、この時期、この学童うし対策の事業をすることが、あの高齢者のね航空の健康、まあ、8020運動とか、フレイル、オーラルフレイル対策へと、まあ、つながっていくんではないかというふうに思うんです。で私、あの以前、教育福祉委員会にあの、保険による良い歯科医療の実現の要請という、まあ、陳情をあの議論したことがあ,のあります。 あのその中で、えー、歯科医療は食べる、話すなどの口腔の多様な機能の維持、向上を目的とした予防、医療等により、人間らしく健康な生活を営む上で、不可欠な役割を担っているというふうに、えー、歯科医師さんが述べてらっしゃるんです。で えー、航空から、ね、見える貧困というような形で、この頃よく言われておりますし、まあ、航空内を見れば、貧困が分かるとまで言われている、そんな状況の中で、あのことそ,そういったことから考えても、学童期の牛田施策事業というのを、まあ、2022年以降も、ねまあ、継続をしてい,いっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。か はい、あの歯と口の健康づくりというのは、まあ、生涯にわたるその健康にもつながるということで非常に重要だというふうに認識していますしその牛対策というのも非常に重要だと思ってますただあのこの牛対策事業につきましてはこれまあ京都市の事業としてやってるわけなんですけども、まあ、持続可能性があって初めて成り立つものだというふうに思ってますので、まあ、そこのところについてはあの まあ検証、検討というのをしっかりとしていかない、持続可能性になるものにしていかないといけないというふうに考えておりますあのまあそう言われるのならば、例えば市長さんも今もおっしゃられたように、まあ、持続可能な、まあ、いわゆる SDGs っていう、盛んにおっしゃられるわけですよね。 であのその世界を変えるための17の目標のそのトップにあるのが何かといえば貧困をななくそううとということなんですよねえ子どもの貧困っていう形で、えー、7人に1人は貧困と言われているでこのコロナ禍でさらに広がっているんではないかというふうに思いますし、まあ、先ほどからあ虐待の話も出ておりましたけれども乳幼児や児童への虐待もまあ心配される。 もうそういう厳しい財政と言いながら今やらなくても良い,いのではないかといった事業がある中で、えー、こういう時だからこそですね将来の京都市の担い手である子どもたちの命を守る取り組みとしてねあの子どもの医療費にそしてまあ学童の,そのこういう事業を拡充していくとりわけ子どもの医療費の支給制度を 拡充すべきではないかというふうに思うんですが、い,いかがでしょうか塩山部長、はいあのまあ、子どもの貧困対策の部分につきましては、あの私どもの方も、 そういう学習の支援であったりだとか居場所づくりであったりとか、まあ給付制度等のあのことを通じましてですね、あのしっかり対応していくための予算っていうのを計上させていただいているところでございます。で、あの子ども医療費の方につきましては、あのこちらもあの先ほどと同じもの、あのあのご答弁と同じような形になるんですけども、まあ子ども医療費は子ども医療費の方でまあ国のその医療費の補助制度がない中でですね、あの府市協調のもとを まあこう創設してきたということで、平成5年度の創設以降、拡充をこう行ってきたという状況がございます、まあ、あのこちらにつきましても、司会の議決の方でで、すねまあ持続可能性ということ、頂戴しておりますし、今般の,あの京都市全体の,その非常に厳しい財政状況の中で、持続可能性なものにしていくっていう、これはもう同じような形で、この制度についても考えていく必要があるというふうに考えています。 あのこの間あの我が党はですね、まあ、代表委員会等であの中学校卒業まで、まあ、医療費の無料化っていうのを求めてき、まあ、ましたで、えー、やっとですね3歳になったら窓口負担が1500円になる、まあ、そういう状況が、えー、さっきの知事選以降あのできたわけですけれども、まあ、そういうね、えー、自治体は京都府内の自治体の中で 京都市唯一、一番最低なんですよね、これ。で、まあ、昨年の,あの2月市会の、まあ、加藤愛委員が代表質問で、これ、これ、選挙、市長選挙が行われておりましたから、まあ、この時市長は公約の中で、制度拡充をまあ打ち出したわけです。ですから、4年間の任期期間を待たず、直ちに中学校卒業まで無料にというふうに求めました。 でその時あの副市長が答弁に立ったのは、今後の拡充についてはっていうような形で言いながら、まあ、直ちにっていうことを言ったので、直ちに中学校までの無料化は困難っていうふうに言いましたけれども、不市協調でさらなる拡充に取り組むという答弁をしておりますので、その点を考えて対応していただきたいと思うんですが、最後、答弁。あ 求めて終わりたいと思います塩山部長。はいあのまあ、子ども医療につきましては、この間、あの拡充の取り組みというのをしてきましたし、副ああの、まああの,副省の方からご答弁させていただいたことであるとか、あの今般の,その財政状況を踏まえたときに、持続可能性ということもこれ、あの前提になってくると思いますので、あのその辺も含めてそう、相対的に検討していく必要があるというふうに考えております。 おりんあの私ね、あのー、その持続可能性という部分で、何を大事にしていくのかっていうところでの、まあ、相対的重点というような部分が出てくるかというふうに思うんですね、そうなったときに、あのー、市長が何を選ぶかっていうことに関わってきますよね。 例えばあの私は先ほどあの今やらなくてもっていったあの事業市長は自ら公約に掲げたからやりますっていうような形で、えー、190億円とかそういった金額があの計上されているっていうのがあるわけで,で今本当にやらなきゃいけないのは市民の暮らし子どもたちの命を守っていくそういうところでの あの自治体の本来の役割をしっかり果たしていくという観点からぜひ子どもの医療費中学校卒業まで無料になればあの歯科の部分は統合吸い上げられていくわけですからなくなるわけなのでそういう意味でもあの子どもの,あの医療費をあの拡充していっていただきたいということをお願い要,要望して終わります。 進行いたします吉田委員よろしくお願いいたします児童虐待対策についてお聞きいたしますこの問題は今市会の本会議代表質疑におきましても取り上げさせていただきましたコロナ禍でまあ自粛やステイホームを余儀なくされる状況が 長く続いて、この児童虐待あるいはあの d v などがですね、水面下で、えー、まあ深刻化がされなっているんじゃないかと懸念されているわけでございます。えー、まあこの今回のあの提案編成された予算におきましては令和3年度6500万ということで、対前年度1.4倍という数値をお聞きしております。 また先ほど来のさまざまな質疑でも明らかになったようにあの多角的に進めておられるなというふうな認識をしているところでございます。まあ、この問題はもう言うまでもなくシビアでデリケートで神経を、ね、すり減らす対応が求められるそういう大変なお仕事だと思いまます現場のの皆皆ささんやたたそれをを支えるスタッフの皆さん方に敬意を表させていただきます。 その上で,です、ねあのまあ、児童相談所児相の方々の,そのマンパワーは足りているのかどうなのか十分なのかどうなのかここ数年、ね、横ばいとはいえ、まあ、状況は、ね、多,多角的なというかもうもういろんなあの多種多様な、ね、あの事例があるわけですからノウハウを重ねているとはいえです、ね、やっぱりあの限界を直面されるような時もあのあるないんだろうかという心配もあります。そういうい マンパワーの目に関しましては、充、え、実、ー、しているのかどうなのか、あるいは。今後の方向性も踏まえて、ご答弁をお願いいたしたいと思います。中田委員長。はい、あの児童虐待における児童相談所におけるマンパワーについてのご質問でございます。あの児童虐待増加に伴いまして、あの国におきましては一昨年十二月に。 職員の体制、また専門性の強化ということで、児童虐待防止対策体制総合強化プランというものを策定され、以降、児童福祉士の配置基準などの見直しが図られてきたところでございます。本市におきましても、やはり児童虐待に対する総合的かつ、系統的な対応を行うために、体制構築に努めてまいったところでございます。今年度ににおおききままししててはあの育みプランにおきましても 児童虐待からすべての子どもを守り抜くための取り組み、また子どもの最善の利益を実現する社会的養育体制の整備を着実に進めるために、組織編成の一部の見直しと合わせまして、児童福祉士を新たに8名増配置して、69名現在配置しております。 これはあの国が示しました。本市における配置基準58名をま大きく上回るような数になってございます。で、ただですね。あの。国におきまして、この新プランの最終年度を。 1> 1年前倒しするという通知が先般ございまして、ああいち早くあの体制を整えるようにという趣旨だったかと思いますけれども、本市につきましては、来年度、3年度の児童福祉士の配置基準数の試算を68というふうに見込んでおりますので、現在の69におきましても、基準上はクリアしているというような状況になっております。 まあ、あの人員体制はあの整いつつあるんですけれども、やはり、えー、通告から安全確認、調査、判定、そして指導といずれの流れで、やはり調査方法であるとか、会議運営の持ち方であるとか、まあ、事務の進め方も含めてですけれども、改善できるところはないかということを日々検証を重ねながら、えー、業務に取り組んでいるところでございます。 また一方で、職員の専門性の向上というところでは、法的な対応であるとか、家族統合に向けた心理ケア等について、一部委託化もしておりますけれども、やはりあの児童福祉士の専門性の向上というところでは、いろいろな研修を受ける環境整備等が整っていく中で、受講にもあの進んで、え、ー 受講できるように、活用しながら専門性の向上にも取り組んでまいりたいというふうに思っております。吉田委員。まあ、体制強化プランをもとに始め、増員されるなど、まあ、人員の拡充をされていると。いうことと、また、専門性拡大もね、あの、進めていく方向であるということであります。まあ、あの、私の、まあ、乏しいね、経験でも、ほんま、少し一部関わらせていただいたケースとかも含めましてね。あの、理想の方々、やまた。 あの一ジャズ会社の方々の,、ね、あの献身的なお仕事をあの痛感したというかね本当にありがたいなというかあのあの大変ななをされてていいいるんだなという,ふうに実感していますただこういうお仕事というかあのこのこの虐待されているお子さんを、ね、どう救うのかという極めてシビアな深刻な問題はもううまいこと言ってそれが当たり前でこうちょっとそれをこう超える。 イレギュラーなというか異常な問題が起こったりとかあるいは一生懸命やったとしてもそれを超えるようなまあちょっとあの突発的なあの受験生につながってしまうようなことがつながってしまう場合ですねその時はもうニュースにもなったりいろいろ騒がれたり噂になったりとかしてでえどうなってんやというふうに責められるというねあの大変さがあるんだと思うんですね。 だからこそ私はもう子どもの育み室であったり児童また保,保育園まそして同時にまたいざという時にまあ警察までもうねやっぱりしっかり連携を取らないといけないケースもあると思いますけれどもこの点はさまざまな今までのノウハウを蓄積されてえそういう突発的なことがあったとしても,あのえもう最悪の事態になる寸前に回避するとかあるいはその問題点を解決してえあの改善に向かうようなね あの事例が起こっているということが京都市でも着実進んでいるかどうか、この点はいかがでございますか。中田委員長はい ご紹介いただいたとおり、児走職員、やはりあの神経をすり減らしながら、日々対応しているわけですけれども、あの児童相談所がいくら頑張ってもできるところ、できないところ、たくさんございます、そういった意味では、関係機関との連携というのは非常に重要だというふうに思っているところでございます。あのとりわけ、児童が所属している学校であるとか、保育園、ここにおきましては、やはり児童虐待の小さなサインをキャッチする最前線であるというふうに思っておりますので、早期発見、そして通告、 またあの、私どもが対応した後でも見守りというような形で、さまざまな面でご協力をいただいているところでございます。で虐待認定がありました後でも、あの児童の状況につきましては、あの養蚕魚の枠組みを活用しながら、児、え、相、ー、また区役所、支所の育み室。 また学校所属機関等々に定期的にあの随時情報共有をあのしているところでございますので引き続き連携して対応しているところでございます。またあの警察との連携についてでございますけれど、あの共同府警本部の職員2名が あの第2次層、それぞれ1名ずつ、編任に配置をしているところでございます、また、あの30年10月には、情報共有に関する協定を締結して、あの日々の情報共有に努めているわけですけれども、さらに今年度からは、相談通告後に児童虐,虐待事象があると判断したすべてのケースにつきまして、速やかに警察と情報共有を図ることとしておりまして、 これまで以上に円滑な連携に取り組んでいるところでございます。吉田委員。まあ、関係機関と連携を含め、深めて情報共有をね、進めていくと。そうした中での協定も結ばれたという、あの前進があったということであります。えー、まあ、あの、そこで大事になところのは私は、あの。物事を荒立てないような穏便に済まそうとかいう、ね、それで、えーそ。深刻なサインが、そのまま気が付かないまま。 あの時なんでできなかったんだというふうに後追いの追及をされることが余儀なくされるまたそういう部分での釈明に追われるというようなことになると結局はあの後手を踏みそしてあのスタッフの皆さん方の,このモチベーションにもねあのつながるとまあいうことが心配なんですやっぱりそれは子どもさんたちの命であったり幼い心を傷つけるねある日々がこうあの地獄のようなねかわいそうな日々が続いてしまうと。 いうこととかを考えると、それはもう、あの、それぐらいの思いね、重大なお仕事であるということであると思うんですけれども。その点、やはり、今ご答弁にもありましたように、あの、小さなサインも見逃さない情報共有とかですね。あの、先手を打った動きというのはね、これを大事であるということをお願いしたいと思います。で、あの、これ、家庭内における。虐待というのは、その。子供さんに対する、あの、暴力であったり、さまざまな、この。 あるいは逆にお世話はしないネグを得とこもあるんですけどもそれも同時にもう一つがその子どもさんの目の前で DV がもうかなり強烈な部分あのことがし進行してしまうというねそういう虐待もあるんですけどもこの,いうこの家庭内における DV の相談とのですねこの児童虐待のこの自創等々のね連携に関しましてはどういうふうに今進んでいるかこの京都市における 進展はどのように状況になっていますいいでしょうか。大泉担当部長、はい、あの委員ご指摘のとおりですね、あのまあ TV につきましては、あの特に心理的虐待ということはありますので。えー 児童や家庭に対する幅広い支援というのが必要だという認識というところでございます。あのまああの特にあのやはり、えー、こう自尊との間も含めてでございますが、あの文化市民局が所管轄する DB 支援センター相談支援センターがございますので、そういったところの連携というのは非常に大切かなと思っております。あのハンクミスあるいはあの児童相談所に DB 相談支援センターからですね、あのきちっとあの講師として来ていただいて対応の仕方であったりとかあの。 その具体の状況であったりとかを共有しながら、研修していく、共有していく、で連携していく、そういったことを取り組みをしておりまして、そういった取り組みとして、引き続きやっていきたいと思っております DV という問題に関しましては、のこのシェルターに逃げ込まれたあのご家族が、今度はこのシェルターの避難先で、ですねえ自分の子供をこう虐待をしてしまうようなケースといいますかね、いうことも心配される。 ことも聞いたことがあります。あの暴力でそれを屈服を余儀なくされたり、それで大敵た人が、今度は自分よりも弱い立場に対して、今度は自分も同じように暴力を振るってしまうという点もですね。あの少ないかも分かりません。けれども、深刻化する心配もあります。この点もあのケアをねしていくということも、あの視点を持っていただくことが大事だと思います。 まああの先ほど来のあの質疑にもありますように集いの広場子育てを支える地域づくりのね取り組みも三十六件から三十八件に増えたということにいうことでございます。まあ今大きな話題になっている社会的孤立に関しましては先日も政府で対策室が設置をされました。これはもう本当に地域をぐるみのねネットワークづくりがね進んでいくいくものと期待をされているところでございますが、この実行制度あるような 事業となるように期待をしておりますが、現状のと今後の課題に関してはどのようになっているかをお聞かせいただきたいと思います。塩山部長はいあの 地域におけるまあ集いの広場であったりとかあの、まあえー、そういう体制の整備ということだと思うんですけどもあの、まあ、一つは集いの広場でありましたりとかあと、まあ、あの子育てサロン地域で取り組まれているものにそのアドバイザー派遣をしたりとか。 まあ、そういうようなこともやっておりますし、あと、あの今般ですね、えっと、支援対象児童見守り強化事業ということで、まあ、あの子ども食堂であったりとか、食、ま、品、あ、配送を通じてです、ね、で、まあ、これ、地域の自主的な取り組みとしてやっていただいているわけなんですけれどもあの、そこの部分に対して、あの見守りに必要な。 あの経費いいいいいいうううののをを補助ささせせてててたただだくような事業る、まあ、そういった形であの地域におけるそういう,こう見守りであったりとか支える仕組みづくりっていうようなことを取り組んでいきたいと考えております吉田委員、まあ、子どもの居場所づくりこれがですねあのこの貧困問題とかさまざまこうテーマは深刻なテーマいろいろある中でですね最もその着実な現場の在り方というのは地域に根を張った地域の皆さん方とのね 共共に汗を流す共感共同の,、ね、あの動きだと思いまし昨日もあのこの議会見学伏見区,に伏見区の,あの第五日小学校の子どもさんが見学にお見えになったらしいですけどもこの第五日学区の,あの子どもの居場所づくりの取り組みが評価されて今,今年度ねあの子どもを共に育む市民憲彰の,の表彰を受けられた。 で,す、ね、でそ,のその学区の子どもの居場所づくりの子ども食堂またみんなでな中学生のお兄さんが小学生を勉強を教えるとかいうね居場所づくりの取り組みを何度か見学をさせていただきました、まあ、継続は力ないという言葉がありますけれども今の子どもさんたちがあのもう沖縄で卒業してしまったら次新しい子はもう,ここあのもう来なくなってしまうというようなこととかがだいぶ失敗もされていたこともお聞きしましたので。 次の世代にも引き続き発展できるようなです、ね、バックアップが求められるんじゃないかと思います、特に今はコロナで、こういう,こうあのイベントとか、地域行事、そして子ども食堂等もです、ね、休止されたり、中断、余儀なくされる状況でもありますので、ぜひこのバックアップ、あの行政としても力を入れていただきたいと思います、最後その点のご決意をお聞きして終わりだと思います。塩山部長はいあの 委員ご指摘のとおりその地域のやはり活動を継続的にあのしていくということは非常に重要なことだというふうに認識をしておりましてあの私どもの方もあも今年度です、ね、あの子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業という形で あのまあ地域で活動されているその子ども食堂であるとか居場所の取り組みについてですねあのこれ、社協の方にちょっと委託させていただいてるんですがあの職員がその地域にその場所に出向いてですねいろんな困りごとであったりだとかまあそういった中であの事業を継続していけるような。 まあ、サポートであったりとか、であのまあ、それぞれ個々で取り組んでいただいてますんで、まあ、そこら辺をそを情報共有することによって、ですねより連携を深めるとか、まあ、そういったような事業をさせていただいておりますので、まあ、そういった取り組みをしっかりとやっていきたいというふうに考えております進行いたします。井上委員 はい、私からは私立幼稚園の女性についてお伺いしたいと思います。京都の私立,私立の幼稚園はですね、それぞれが独自の見学の精神に基づいて、京都の,この幼児教育の質をです、ね、支えていただいている、そういう存在であります。昨年の10月からの幼児教育、保育の無償化に伴ってですね、 園児の利用実績の報告など、まあ普段の事務作業に加えて、さ、ま、ら、あ、なる事務作業が発生したわけであります。また、この間ですね、さらに新型コロナ感染症の感染拡大防止のための取り組みであります、まあ、毎日の日々の消毒作業であるとか、まあ、保護者への周知、対応などにもご尽力をいただき、まあ、心からの敬意を表します。また多くの園において 預かり保育を実施していただき、保護者の保育ニーズにも柔軟に対応した取り組みを実施でいただいているところであります。そこでですね、まずはこの私立幼稚園における預かり保育の実施状況についてお伺いをします。安住市長、私立幼稚園についてでございます。 あのご指摘のとおり、まあ、私立幼稚園、まあ、見学の精神に基づきまして、まあ、あの京,都市の京都における、まあ、幼児教育、保育をしっかり、まあ、支えていただいているというふうに認識をしておりますて、まあ、コロナ対策につきましても、まあ、あの感染対策をしっかり、まあ、講じながら、あのそのまあ、教育をあの維持をしていただいておりまして。あの 誠にありがたいもんあことと考えております。そのような中でご質問の預かり保育についてですけれども、預かり保育につきましては、京都の私立幼稚園95か園すべてであの取り組んでおられます。その中で京都市からは 一定の基準を満たす幼稚園に対しまして例えば朝の8時からですとか夕方の6時までですとか一定の基準を満たす幼稚園に対しまして預かり保育推進事業補助金ということで交付をさせていただいておりましてこの対象園年々増加をしておりまして平成30年度は83か円でしたけれども えー、令和元年度は84か円、令和2年度につきまして、現状ですけれども、87か円ということで、えー、あの確実にまあ増加をしているところでございます井上委員、まあ、保護者の方々の就労環境のまあ多様化による観点からも、まあ、預かり保育の需要はまあ増えている傾向だというふうに捉えることができるかと思います。 まあ、預かり保育の支援について、えー、さらに充実を図るべきではないかと、まあ、そういうふうに思うわけですけれども、そのあたりはいかがでしょうか安住市長、はいあの。預かり保育の充実についてでございますけれども。 えと先ほど申しましたあの預かり保育推進事業補助金ですけれどもあのこの補助金、実施日数や実施時間に応じてこう補助金が増額するというような仕組みにあのしておりましてえあのまあ例えばですけれどもえ週5日え午前まああの8時からえ6時まであのえ実施をしていただいているえところにつきま 250万、すみません、あのあのご合させていただいておりまして、でその,あの実施に関しましても、確実にあの増加を。 えー、しておりまして、えー、平成30年度が61か円、令和元年度が64か円でしたけれども、現在、67か円ということで、あの実施時間もそういう形であの確実にあの、えー、あの増やしていただいておりますし、まあ、就労されている保護者にもまあ預けやすいあの環境作りをしていただいているのかなというふうに認識をしているところでございます井上委員。 あのニーズはふた増えると思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。えー、次続きまして、えー、昨年のです、ね、11月司会の、ま、代表質問においてです、ねえー、我が会派の寺田議員から、あ市役所や区役所のみならず、ま、学校などの施設のすべ、ま、ての直感型蛍光管の、ま、LED 化を、ま、提言されたところであります。ま LED、化にしますと電気料金のの、ま、コストの削減や 二酸化炭素ののの排出量の削減にももつながるものでありますこの取り組みをです、ね、ぜひこの私立幼稚園においても、LED 化を進めることによってです、ね、そのコストの削減分を保育の充実に充てるなどの観点から、非常に有効ではないかと、そういうふうに考えるわけでありますけれども、こうした取り組み状況についてはいかがでしょうか。休み室長 施設の LED 化あの、まあ、ランニングコストの削減ですとか、環境面での、まあ、配慮あの、まあ、あのにつな、まあ、がるものということであの、非常に効果高いものという,ふうに認識をしております、LED 化に関しましては、幅広くなんですけれども、まあ、あの支援をさせていただいてまして、あの本市からはあの運営事業補助金ということで、えー 1>, まあ1節当たり160万の補助ということで、教育環境整備ですとか、基準を超える教職員人,人件費に対して、幅広く補助をさせていただいているんですけれども、それもご活用いただきまして、LED 化に取り組んでいる園もございます、令和元年度で申しますと、6か円がご活用いただいているということでございます。 こ,のこういうような、まあ、あの支援をまあ行いながら、まあ、一方であの、まあ、導入事例をまあ紹介し、まあ、共有するようなことで、あのこの LED 化のまあ普及促進をまあ一層図っていきたいという認識をしております井上委員。はい分かりました、まあ、今後、ぜひともあの周知広報、よろしくお願いいたします。えー、続きまして、えー、医療的ケア児の受け入れ支援について、えー、お伺いしたいと思います。えー、今年度から まあ新たに私立幼稚園などにおいてもまあ医療的ケア児の受け入れ支援事業をまあ開始されたところであります。まあこれによって保護者の多様なニーズに応えることがまあできる取り組みだとも思います。えそこでですね、えこの私立幼稚園における医療的ケア児のまあ受け入れ状況とえ今後の見通しについてお伺いをいたします。山住室長 医療的ケア児の支援でございます私一幼稚園におきましても、まあ、あの医療的ケアが必要なお子さんを預かっていけるようにあの、まあ、看護師の配置等に関しますあのを支援する制度を今年度創設をしております、えー、今年度につきましてあのこの制度利用のご、えー ご意向、ご希望ございましたけれども、まあ、あのちょっとコロナ禍の中で、最終的にはまあ受け入れには至らず、まあ、あのそういう実績がまあ現状のところない状況でございます、ただ来年につきましては、あの幼稚園であの入園したいというあの保護者のニーズもございまして、あの園の方でもあの前向きにあの受け入れを考えていただいているところでございます。 まあ、あの来,年来年度にはあの、この制度を活用して、受け入れていただく方向で調整していければというふうに考えているところでございます井上委員。えー、そこで、えー、っと私立の,その幼稚園と、えー、公立の一律幼稚園の制度の違いというものはどういうものかお伺いしたいと思います。安長 一律幼稚園につきましては、枠組みが少し違うという点ございまして、一律幼稚園につきましては、保護者からの入園のご意向に関しまして、まあ、大田区義務ということで、事実ですので、課、ま、さ、あ、れているということでございます。私幼稚園につきましては、まあ、任意ということでございますので、まああの、そういう枠組みの違いはございます。ただあの受ける場合には あの同様にあの看護師さんをまあ配置をしてまあお預かりをすると、あの今あの、えーすみません、一時通用園につきましてはあの対象児童がまあお,おられないということですけれども、あの同じあの受ける場合には同じようにあの看護師さんは配置してということになってくると思いますので、あのまあ実施の場面ではあの変わりはないのかなというふうにはあの認識をしております。あのまあ そんな形で一律幼稚園、私立幼稚園、それぞれ受け入れていくと、民間保育園でもこれまで受け入れをしてきたということでございますので、これまで民間保育園の受け入れの状況につきましては、教育委員会とも情報共有してきましたので、 こうした事例、さらに、あの、私幼稚園の事例も含めまして、ちょっと共有はしていきたいなというふうに考えております。井上。はい、その件に関しても、またよろしくお願いいたします。えー、続きまして、えー、保育士確保の事業についてなんですけれども、えー。来年度においても、まあ。あの、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために。まあ、保育園見学ツアーなどが、まあ、中止となる中でも。 まあ予算額が増加していると、まあそういう理由は何かというのをお伺いいたします。安部市長、えー、あの保育士人材確保対策ですけれども、あの約700万あの増加をしておりますけれども、あの要素は大きく2つありまして、一つが えと宿舎借り上げ事業ということであのまあえ保,育所の保育園の方でえそのあで新規採用した保育士さんの宿舎をまあ借り上げをしてそこにあの住んでいただくというようなそれを支援すると。 いうような制度をしているんですけれどもそあの、そちらの方につきまして、えー、今年度、制度の拡充をしてまして、あの採用後、今まではま3年まででしたけれども、今年度から5年までというふうに形にさせていただいてまして、その中で実績があの確実にまあ伸びておりまして、まあ、それに対応して予算を確保したということで、えー、1000万のまあ増ということにあの、えー、予算計上しております。 一方であの、えー、あの人材確保事業の中で、えー、見学ツアーということで、えー、今年度まであのちょっと実施をしておりましたけれどもこの事業につきましてあの、まあ、少しその費用対効果にあの課題があるということがございましたので少し あの一旦立ち止まって、ちょっとどういう形態の事業が良いのかなということで、あのまあ、厳しい財政条件おりでもございますので、ちょっと少し立ち止まって、ちょっとあり方を考えたいということを考えておりまして、それでまあちょっと今回、予算形状を見送ったということで、300万のまあ減、差し引き700万の増、こういったあの予算となっております井上、はいまあ、保育園等にはですね、 保育士をはじめ、調医師や看護師の方々など、さまざまな職種の職員さんがおられます、昨年の決算特別委員会および市町総括においても、保育士の人材確保について取り上げさせていただきましたけれども、その職種のすべての人材の確保が容易になるよう、重ねてお願いをしたいと思っております。そのためにもやはり 京都市人材サポートセンターへのまあ登録の促進をですねお願いしたいところでありますけれどもいかがでしょうか。安住市長決算委員会でもあのこの保育保育人材サポートセンターの重要性に関しましてあのご指摘をいただきました。あのできるだけそのあのまあこのサポートセンターも活用しましてあのこう 就職を希望される方がまあ援見学に生き就職につながるというような、えー、形になっているのが望ましいあのできるだけそういう形にしていきたいというふうに考えておりまして、えー、このサポートセンターの、えー、まあ周知にあの努めているところでございますであの人材サポートセンターあの保育人材サポートセンターあの、えー、対象あの保育保育士さんだけではなくてあのまあ、えー 調理師さん、看護師さんも対象にしておりまして、保育所で働いていただくさまざまな職種の方々の就職をつなげるような、そういう取り組みをしておりますので、今後ともその認知度向上に向けた取り組みを進めていきたいといううに考えております。 京都府等と連携をして、京都保育の魅力発信キャンペーン実行委員会を立ち上げられまして、支援ナビ、保育ナビの中で,です、ね、インスタグラムを活用したコンテンツで、保育現場のエピソードをです、ね、イラスト化して、それを4コマ漫画のようになっておりまして、非常に分かりやすくなっていると思います。 まあ、これもまあ就職になる一つのきっかけとなるくらいにですね。ま、今後もまあ京都府等々連携をさらにあの進めていただきますよう、よろしくお願いして質問を終わります。質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時刻は午後3時25分といたします。なお、5分前に予告放送を流しますのでご了承願います。